ターの人みたいにやってますけど、すごい平平なんですね、弾き語りとして。なんか歌ってみたら、実際に自分もこうやってね、なんかすごい歌う人の苦労が分かったっていうか、ほら歌ってこんな大変なんだなと思ったら、ちょっと希望、一緒にやってる人になんか優しい気持ちが起こった。まあ、あんな大変ならちょっとぐらいわがままでもいいかなと思うようになりました。成長しました。で、バンド内喧嘩とかもなくなるかな。なくなったらいいなと思って、さっきね、ビール飲んでたら、ビール飲んでるライブするんだみたいな。